このノートが山のようになってる時にはお前は一流選手になってるって言われたのがなんとなくこう信じてみた気持ちになったと言いますか、僕のこの活動っていうのは、まあ、恩返しに近い形があるのかもしれないですね。僕にしかできない経験を与えてもらってる、それをね自分のものにだけしておくっていうのはダメだと思うんですよ。このノートは皆さんにとってきっかけであってほしいなと思ってるんで、まあ、ちょっと自分の夢、皆さん何かしら一個は書いてほしいです。前の子は1年生やな。頑張れ。周りを見ずに書いていき。自分が書いたことを言える人、僕はそれを言ってきました。まずは友達に言いました。家族に言いました。先生に言いました。なってやるってみんなに強く言ったんです。僕は自分が弱いっていうことを知ってて、自分の逃げ道を遮断しようと思ったんですね。なりたいと夢があったから耐えられたっていうことも多いので、ぜひその夢をですね諦めずに、皆さんでね応援し合いながらみんなで叶えてほしいなって、なんかそれが僕の願いで今日ここに来た理由ですかね。惜しい。惜しい。